あ、ごめんなさい。あ、ごめんごめん。よいしょ。あ、すいません、お待たせしました。久しぶりなもんで、ちょっと戸惑ったりとか、手番が少し時間かかったりするんですけども、そういうことをご了承ください。お願いします。よろしくお願いします。しがないジジイでございますが、皆さんとこうやって遊べる時間を結構大切にしてますので、どうか、楽しんで帰りましょう皆さんで、それではよろしくお願いします。本当に久しぶりなんですよ。じゃあ私から、行かせていただきます。すいません。なんか M リーグで一回振り込んでましたよね、これ。打ちました。ね、はい。しょうがないと思います。あれ、誰にでもあることですから。ああいうのが面白いんだよね、麻雀って。誰がやっぱり、振り込むか、あれが人間性ですから。欲はうるさいな。言いに行こうか、俺。電話かなんかしてんのかな。ああ。打ってるよ。まあまあこれぐらいで打ってまーす。なんか見えてるね。なんか見えてるね。なんか見えてんな。怪しいな。わかりますか。いやなんかね、なんか久しぶりに大学の時思い出すんですよ。やっぱりこういう川とかを見て相手の心理を読んでたなっていう当時のね。うん、私なんかまあフォークソングぐるいでしたから、結構フォークやって、で学生通りの帰り道でまあこう麻雀やってみたいなをずっとやってましたから、うん。でもまあ歌でまあ結構忙しくなってからは打つ時間っていうのはやっぱ減りましたね。すると忘れるんですよ。うん、気になるな。お前3番持ってんだろ。パワーも持ってんな。なんかわかんないけど、これ待ってても意味ない気がするわ。積もってないですよ。え？今積もってないです。あ、俺ね、毎回積もるとは限らないのよ。イニミニレカピカレイライオニメカチカロリパパランパンプッシュ。